私の声聞こえますでしょうか。ありがとうございます。もし聞こえづらい場合の気軽にお声をくださいませ。使用時間は約30分でございます。なお、こちらの車文化資料室は資料を保管するため気温と湿度の調節を行っております。ご飲食でしたりフラッシュ撮影はご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。こちらの車文化資料室は2019年7月17日にオープンしまして、開館以来収集してきた国内外の自動車文化資料約4000点を展示しております。まずこちらの車文化資料室はこちらにも描かれております。自動車文化を展示テーマとしまして、こちらの自動車模型を時間軸として左右に配置された他の資料も手前から奥に向かって新しくなっていくように展示しております。情報には自動車種に影響を与えた社会的出来事、社会背景が、そのすぐ下には自動車そのものの歴史や技術などのトピックスが、さらにその下のショーケースにはその時代に誕生した車を43分の1模型で展示しております。それでは初めにこちらの模型をご覧ください。いつでも自由に走らせることができる自動車を我々人類は古くから夢見てきました。この有名なモナリザを描いたレオナルド・ダ・ヴィンチも自動車の夢を思い描き、1495年に全マイ動力で走る自動車のスケッチを描きました。こちらは残念ながら実用化には至りませんでしたが、このように彼の描いたスケッチをもとに模型を作成いたしました。こちらこのワイヤーが出ておりますが、それを引っ張ることで歯車が回転しまして、その大きな歯車が小さな歯車へと、噛み合いまして、それを利用して車輪を回す仕組みでございます。この時代はまだ自動車というものはございませんでしたが、それから数百年もの時を経て、我々人類は自動車の夢を思い描くことができました。自動車というのは常に新たな夢を人々の心に思い描きまして、いつも時代だったり社会を反映してきました。では続いてこちらの模型をご覧ください。こちらのショーケースは2つの世界大戦を機に大きく3つに分けております。またこの地面の部分も当時の道路の状態、でこぼことした状態でしたり、現在のアスファルトのような滑らかな具合、またその地面の様子もショーケースによって異なりますので、よろしければそちらも合わせてご覧くださいませ。それでは初めにこちらの模型をご覧くださいませ。こちらは世界で初めての自動車、1769年にフランスで作られましたキュニョーの砲車の模型でございます。こちらはボイラーが重く走行中に大破してしまったことから、世界で初めて交通事故を起こした車と言われております。では続いて真ん中にございます人物が立っている模型をご覧くださいませ。こちらは1865年にイギリスで施行されておりました赤旗法を表す模型でございます。当時のイギリスでは自動車を運転する際、必ず赤旗を持った人物が自動車の前を一定の距離と速度を保ちながら歩かなければならないという法律があったそうです。しかしこちらは自動車産業の発展を妨げるとして約30年で廃止がされております。とは言っても30年間はおそらくイギリスでは常に人物が前に立って自動車を誘導していたということですね。またこちらにも記載がございますが、赤色のシールが貼られている模型は色やボディタイプは異なるものございますが、車間に実写の展示がございます。よろしければそちらも合わせてご覧くださいませ。では続いてカーバッテをご紹介いたします。
自動車が誕生してから、小さなガレージから大きな資金の売る会社まで、さまざまな自動車メーカーがございます。ですが、第一次世界大戦、世界恐慌、第二次世界大戦によって、自動車メーカーの数は非常に減少してしまいました。これは表すものがこのグラフでございます。当時は本当に多くの600社近い自動車メーカーもございましたが、様々な苦難によりこのようにガタッと自動車メーカーの数が減ってしまいました。またこちらでは時代順に展示しておりますので、手前から奥に行くに向かってカーバッジの、作られた時代も新しくなっていきます。それをご覧いただきますと、今も存在する自動車メーカーも数多くございますが、中には聞いたことないような自動車メーカーだったり、途中で衰退していった自動車メーカーの存在もお分かりいただけます。また時代によって形でしたり、使っている色も特徴がございますね。よろしければ特徴も合わせながら少しずつ前へとお進みください。裏側にもさまざまなものを展示しております。こちらです。トラックのバッジを展示しております。トラックですと非常に形の大きなものが多かったようです。こちらにも同じメーカーでもさまざまなバッジ、デザインのあるものを展示しております。ではご覧いただきましたら、こちらにございます錦絵の前へと進みください。